皆さんこんにちは、中村紀子です。宅建重要過去問解説講座の第7回目ですね。本日は区分所有建物の重要事項説明について解説していきたいと思います。本日の内容はですね、中級者向けですね、重要事項説明一通りは勉強したよという方向けの解説になっております。そういっても基本事項の確認ですね、これ知ってる人が対象ですよという話なんですが、そもそも重要事項説明で何を説明するんでしたっけと、区分所有建物、マンションの場合ですね。これ賃貸でも売買でも説明しなければいけないものと、売買の場合のみ説明が必要なもの、これ分けて覚えましょうというのが、大抵のテキストで書いてあると思います。今挙げたものですね、占有部分の利用制限に関する規約の定めとかですね、管理を委託している場合のその管理会社の氏名とかですね、称号とか、住所、名称ということもありますけども、氏名、名称、称号、何でも一緒ですが、その住所とかですね、こういったものを説明するということですね。占有部分って何ですかって方は、ちょっと基礎を固めてからもう一回この動画を見ていただければと思います。売買のみで説明が必要なものともありましたね。こうずらっとこう出てくるもんですから、覚えなきゃってことでですね、よく意味を理解しないで、覚えてるだけの人がですね、なかなか得点にはならなくて苦労するんですが、一応ここ3番から9番までのこと、特にその規約の定めですね。今スライドでは規約って省略してますが、規約の定めについては、これ案の段階でも説明するというのがポイントでしたよね。問題文見ていきましょう。今回は問題をですね、一つの問題ではなくて、使いそうな足って言いますかね、区分所有建物の重説で大事な足を、いろんなところから持ってきました。一つ目が平成26年の34番の足の4番です。読みますね。区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その占有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明する必要があるが、一棟の建物またはその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がないとなっています。大変長い文章ですが、ポイントはここですね。建物またはその敷地の専用使用権に関する規約の定めということですね。前段に、占有分の用途の、その他の利用制限、これは説明するんだ、売買でも賃貸でも説明するんだって話があったんですが、建物またはその敷地の専用使用権、これがどうなんだということですね。で、この専用使用権の定めという言葉に今反応してしまう人が多いんですね。どういうことか、先ほど見ていただいた、売買で説明するものの中にですね、この3番から9番まで、たくさんあるわけですね。もちろん重要事項説明、これ以外にも、契約内容に関することですとか、貸借独自のことですとかね、そもそも、説明する事項、これたくさんあるわけですね。で、もちろん重説以外にも覚えることはたくさんあるものですから、一つ一つ意味を抑えないでですね、何かあったな、言葉だけこう抑えちゃうんですね。極端な例ですと、語呂合わせで、頭文字だけ覚えてるとかですね、昔はそれで合格したんでしょうが、今なかなか難しいと思いますが、いずれにせよ、この専用使用権という言葉が書いてあるんですね。ただ、これは売買の話でしたよね。賃貸は関係ないっていうことです。これ、言葉だけに反応しちゃうと引っかかって。問題文ですね。もう一回見てみますと、専用使用権に関する規約の定めとなってますが、建物の貸借の媒介を行う場合、建物の貸借の媒介を行う場合と、書いてあるわけです。はい。貸借ですので、専用使用権、その建物または敷地のですね、専用使用権に関する規約の定め、これは説明は不要だということになります。したがって、説明する必要がないというこの文章は、正しい文章だということになるわけです。次の問題ですね。平成28年の36の A から持ってきました。区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かに関わらず、当該定期借地権の内容について、
説明しなければならない。まあ、こういう文章ですね。で、建物の売買の媒介ですね。まあ、重要事項説明では、そもそも賃貸の、住設なのか、売買の住設なのか、まあ、これを抑えるというのも、まあ、ポイントなんですが、まあ、売買の住設なんだということですね。で、定期借地権だという言葉が出てくるわけです。定期借地権だという言葉が出てくるんですね。で、これも言葉だけ押さえている人はですね、定期借地権、これ賃貸の話でしょ、売買関係ないじゃないの、とこういうふうに思ってしまうんですね。こういうふうに思ってしまうんです。でもそれは違うんですね。でもそれは違うんですね。これ、売買の場合に説明しなければならないこと、まあ、こういうふうにたくさんあったわけですが、その中に、まあ、丸3としてですね、敷地の権利の種類、内容というのがありましたよね。ですから、マンションの建っている敷地の権利ですね、具体的には所有権なのか、借地権なのか、まあ、そういったことが、説明しなきゃいけない内容として挙げてあるわけです。借地権はこれに当たるわけですね。まあ、皆さん方が自分でマンションを買うといった場合、考えてみましょうよ。土地の権利が借地権だと、これは説明してもらわないと困りますね。まあ、地代がかかる、地代、賃料ですね、地代がかかるということもありましょうし、特に今回の問題のように、定期借地権であるならばですね、契約期間の満了によってこれ返還しなければなりませんから、購入者にしてみれば、まあ、事前に、まあ、重要事項として説明してもらわなければ困るということですね。仮に登記がなくてもこれを言ってもらわなきゃ困るだろう。意味が分かっていれば、この重要事項説明として言わなければいけないことの意味が分かってるんであれば、あ、これは、借地権言わなきゃいけないなというのはすぐ考えられるわけです。はい、問題文に戻りますね。建物の売買の媒介です。定期借地権の内容については、説明しなければならないと、こういう問題になっております。敷地が借地権であれば、これ売買でも説明するということになります。したがって、この問題文、正しい文章だってことですね。借地権だから売買関係ないよと、こういうふうに判断しちゃダメだということです。29の41の1ですね。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名、まあ、名称ということもありますが、および住所、まあ、これ法人の場合には主たる事務所の所在地ということになりますが、まあ、その管理を任されている人の氏名とか住所ですね、これを説明しなければならない、こういった文章なわけです。で、管理が委託されているね、この管理が委託されているときには、これ説明が必要でしたね。売買でも賃貸でも、説明が必要なものとして、丸2番とですね、管理の委託先の氏名および住所ですね。これは書かなければ、いけない、失礼、説明しなければいけないということになるわけです。まあ、これ売買でも賃貸でもですね、つまりその管理が任されているわけですから、まあ、どこに連絡していいかわからなくなっちゃいますからね。これ説明してくださいということになるわけです。そうしますと、この29年の41の1、管理が委託されているときは説明しなければならない。これは正しい文章だということですね。まあ、これは、すぐわかるかと思います。これと似たような問題をちょっと2つほど見たいんですけどね。似たような問題。これが基本の問題として、2つほど問題見たいんですが、その1つ目が、ちょっと古いですけどね。平成17年の38の1番です。宅建業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、当該マンションの管理が委託されている。管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名、まあ、住所、および委託された業務の内容を説明しなければならない。まあ、こういう文章なんですが、これどうでしょうかね。これわかりますかね。あ、管理が委託されてる。あ、説明いるんだって、こういうふうに飛びつかないでくださいね。飛びつかないでくださいね。この文章だとですね、3つとも必要になっちゃうんですね。今、線を引きました。委託された業務の内容まで説明しなければいけないってことになってしまうんですね。ところが、そこまでは説明はいりませんでしたね。そこまでは説明はいりませんでしたね。管理が委託されている場合に、重要事項説明として説明の義務があるのは、あくまで氏名と住所まででした。業務の内容までは重要事項説明としては言う必要はないんですね。もちろん親切に言ってあげてもいいですが、法律上の義務があるかというと、それはないんだということになります。従いまして、この問題文、誤っているということですね。繰り返しになりますけど、こういった問題で言葉に反応しちゃう、反射的に解いちゃう人がいるんですね。
まあ、管理が委託っていうとですね、あ、これは説明いるんだみたいなね、丸だってそう思ってしまう人がいる。まあ、問題文をよく読みましょうということになるわけです。この問題もどうでしょう。この問題もどうでしょうね。まあ、令和元年の41問の足の一番ですね、建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かに関わらず、その管理会社の称号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならないと。まあ、こういう文章がついてますね。まあ、先ほどこれが省略してますが、なお説明の相手方は宅建業者ではないっていうこの文章も大丈夫ですよね。基本事項を押さえてますよね。宅建業者ですと書面の交付義務はありますが、まあ、説明はいらないからということになりますが、話戻ってこの問題文どうでしょうかって話なんですけどね。まあ、管理が委託されてるんですよ。管理が委託されてます。でも、区分所有建物であるか否かに関わらずという文章が入ってますね。まあ、簡単に言えば、区分所有建物であってもなくてもということですね。マンションの場合、区分所有建物の場合は説明しなければいけないということはしっかり勉強してるけど、区分所有建物じゃなくても、管理の委託について説明する必要あるんだっけって、こういう話ですよね。今回、マンション、区分所有建物の重説についてご説明していますけど、貸借に追加される重説事項というのがありましたよね。まあ、6番目、管理の委託先の氏名とか住所、これ説明するんだってことね。まあ、賃借人がまあどこに説明して、連絡していいか分かんなくなるから。これ、マンション管理というのも賃貸管理ですね。建物のまあ賃貸管理、まあ、土地ということもあるかもしれませんが、賃貸管理を委託してるんであれば、どこに委託してるかってことを、建物、じゃあ土地を借りる人、賃借人に説明してくださいということがあるわけです。したがってこれ、マンションでなくてもですね、マンションの場合には、なんでしょうね、マンション管理業者のこともあれば、建物管理業者のこともあるかもしれませんが、まあ、主にまあ法律ではマンション管理業者を想定してるんでしょうね。まあ、ところが、こちらの方は、まあ、賃貸管理業者です。ちょっと実務的な内容なんでそこちょっと分かりにくいかもしれませんが、まあ、スッキリなんかテキストにもそこ書いてあります。ご確認いただければとなります。はい、管理の委託についての説明、これ区分所有建物だけと誤解している人少なくないです。そうではないですよということですね。貸借は貸借でこう決まってましたということになります。したがいまして、この問題ですね、令和元年の41番の足の1番、これは正しい文章だということになるわけです。はい、ね、つらつらやってまいりましたが、今回の問題で確認すべきことですね。重説の目的から考えてほしいんですね。そもそも重要事項説明、語呂合わせで覚えるとかですね、意味もわからず、言葉、キーワードだけ覚えてしまうっていうんじゃなくて、ちゃんとその意味を考えてくださいね。意味を考えていただきたいと思います。で、問題文を読んでですね、まあ、キーワードで反応してほしくないんですね。キーワードだけで反応してほしくないんです。ね、専用使用権って言葉を見たらですね、あ、確か重説になった、説明しなきゃいけないんだ、じゃないですね。専用使用権ってのはあくまで売買の場合だけでした。定期借地権って言葉が出てきて、あ、売買関係ないよ、じゃないですよね。マンションを買う人の立場に立ってみれば、敷地が借地権ってあることは大変な問題なんで、重説の目的から考えたら、それは説明しなければいけないわけですね。管理が委託されてる。管理が委託されてるんだったら、名前と、住所を説明しなければいけない。それは正しいんですが、余分な文言が追加されていることもありますよね。余分な文言が追加されていることもある。委託された業務の内容まで説明するんだみたいな。そういった、まあ、引っ掛けといいますかね、やっぱり差をつける、落とすための試験になってますから、まあ、そういった余分な文言が追加されていることもあるわけです。従いまして、まあ、そこは落ち着いてゆっくり問題文を見ていきましょうということになるわけです。まずはテキストの内容をしっかり理解して、これ大前提ですね。言葉だけ覚えるんじゃなくて、ちゃんとその意味を理解しましょうということですね。なんでそういう、目的があるの、その法律のはそういうふうに決めてるの、今回で言えば重要事項説明で、そういうことの説明が必要だといったのはなぜなんだろうという、そういう目的を考える。問題を解くときには、余分な文言が、ね、まあ、追加されている可能性もある、まあ、そういうことをチェックしながら読んでいくんですね。お気持ち分かりますけどね、とにかく覚えることが多いもんですから、
1年で受かろうと思ったとき、短期合格をしようと思ったときにですね、まあ、1年、実際には何でしょうね、4月からの半年ぐらいとか、7月からの3ヶ月ぐらいで受かろうと思ったときに、これ、焦る気持ちはわかるんですけど、一個一個確実に覚えていく、さらに問題を解くときにも、しっかり問題文を読んでいく、そもそもこの法律は何で、どういう目的だったんだっけ、そんなことを確認しながら勉強していくことが大事になります。キーワードに反応する、まあ、そういう方がどうも最近多いんですね。ある人に言わせると、その、宅建アプリ、過去問がね、アプリでこうできるようになってから、そういうのは方が増えた、問題文章をしっかり読まない人が増えちゃったんだなんて言いますが、そういう勉強では合格できません。まずは理解です。しっかりやっていきましょう。はい、本日の解説は以上です。合格目指して頑張りましょう。